こんにちは、みつばです。見に来てくださってありがとうございます。前回は水流式の自動回収畑を作りました。こんな感じで小麦を植えて育てています。いきなり水流で流して回収してもいいんですけど、時間のあるときは耕運で適当に刈って、きれいに刈らなくても大丈夫ですし、拾い損ねても大丈夫です。最後に水流で流して回収しています。で、回収したものはこの樽にたまるんですけど、小麦はね、交易しますが、いらない種はこちらのホッパーに入れてコップにしていきます。で、この畑は種を植えるのが面倒なんですけど、今回は放置するだけでいい羊毛の自動回収を作ろうと思います。で、場所はこの自動回収畑の裏の高台に作ろうと思います。羊毛自動回収の仕組みです。ハサミ入りの発射装置を使って羊毛をカットすることができます。羊毛回収の種類は羊さんの動きを制限するタイプが多いんですけど、牧場らしさを残したいので今回は放牧タイプを作ろうと思います。発射装置の発動方法は観察者や観察板を使うことが多いんですけど、今回はこの装飾でおなじみのトリップワイヤーフックを使ってみようと思います。トリップワイヤーフックを向かい合わせに設置して、その間を羊さんが通ることで発射装置が発動します。それでは実際に作っていきましょう。まずは発射装置をセット、その両サイドにトリップワイヤーフックをつけるための柱を立てて、羊さんが逃げないようにハーフブロックを置いておきます。トリップワイヤーフックは高さ2の位置にセット。カットした羊毛を回収する経路を作っていきます。回収用の樽をセットして、この樽に向かってホッパーをつないでいきます。トリップワイヤーフックに糸をつなげて、ホッパーを隠すようにカーペットを敷きます。すべての発射装置にハサミをセットしておきます。次に回路を設置します。トリップワイヤーフックからの信号をすべての発射装置につなげていきます。この時にレッドストーンが交わらないように真ん中だけ、反復装置で置き換えておきます。それでは実際に羊さんに入ってもらって羊毛の自動回収ができるか確認していきます。こんな感じでホッパーの外に、羊毛が残っていることがあるので、ホッパーを1列追加していきます。こんな感じになりました。それでは、羊さんを増やしながら、周りを装飾していきたいと思います。お家のベースは、回路の邪魔にならないように高めに作りました。柱は陶皮を使っていて、壁は白にしました。白のブロックはいろいろ使ってるんですけど、早速羊毛も使ってます。屋根は隣の自動回収畑と系統を合わせたいのでレンガを使いました。屋根の端っこは陶皮の木材を使ってアクセントを入れてます。建
築の続きなんですけども、最後にお披露目したいと思います。ついつい欲が出てしまいまして、せっかくなので発射装置を追加したいと思います。全部で5個になりました。発射装置を増やしたので、レッドストーンの回路も改良していきます。全ての発射装置にレッドストーンをつなぎたいんですけども、先ほどと同じように交わらないように反復装置を使っておきます。あと、トリップワイヤーフックからの信号は後ろからつなぐようにしました。この表側は装飾の邪魔になるので撤去します。最後にこの牧場の後ろの方に木陰を作っていこうと思います。まずは柱を立てて軽い屋根をつけていきます。あとは所々緑を追加していきます。ウィッチね、苦手なのよ。届かない？お、いやー、食らったし。あ、羊さんまで。いや。え、死ぬ死ぬ死ぬ。いや、上からだ。よーく狙って。あ、届くの？届くの？ジャンプ、ジャンプ。羊毛の自動回収いかがだったでしょうか。放置するだけで羊毛がどんどん溜まります。牧場らしさを残しつつ自動回収できる仕組みは作れて満足です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。